やめとチャンネル GGK です。めはい、逆転裁判ですね。続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。第1話が終わったところで、はい、第2話からですね。第2話、逆転姉妹ということで。逆転姉妹、逆転って英語でなんていうの、なんだろうね。リターン、違うなチェンジ、チェンジじゃねえ。ジヒロさんがね、ああ死ぬっぽいからね。ね、死ぬのか。ジヒロさんの妹。リバーサルらしいですよ。リバーサル。リバーサル。リバーサルシスターズってことですね。ってことね。さあ、旅行品預かりでどういう関係？置き時計。あの置き時計。そういうことよ。時計の機械抜いちゃったらしいよ。時計の機械抜いちゃったってすごいテクニカルなことをさらっとするね。ね。お。美味しいので味噌ラーメン、まあ、まあ、うん、許してやろう。9月2日午前9時27分。なるほど。綾里法律事務所。誰だ。お、ミスチヒロ、嘘下手みたいだね。考える人、どうしてそれ引きずるね。ね。引っ張るね。どんちのじゃない。どんちのおか、上手に。英語表現したんだね。こいつ、英会人じゃねえぞ、多分。かぶれてるだけだぞ、こいつ。いや、永遠の沈黙ね。やめろやめろ、意外と小さい。誰？さっきのやつじゃない。あ、そっか。違うやつだっけ。謎の、くるくる。なんだ。新宿。新宿。新宿だろ、来なかった。やったっけ？くらいつか午後9時8分。妹が？お姉ちゃん？なるほどだった。なんだこの匂い。ちひろさん、あ、ご失礼しました。移動する、調べたのに、これどういうこと。移動しよう。調べるは何だったの。匂いをその場を調べるんじゃない。その場か。その場でなんか痕跡が残ってる可能性があったんじゃない。なるほどね。おう、お前もその首飾りを。お前、なんだその頭。ちょ遊戯王みたいなやつやめよ。君よ、どこ行くねん。急な和装。第一発見者じゃないのか、お前。あ、気絶したのか。気絶した、少女がね。どっか出てたんじゃないの。ぬくもりティーが。でも。あ、急速に、確実に。ただ、救急車呼べや。本当だよ。診断？救急車呼んだの。そこだけはっきりして。調べよう。おー、なるほどね。まあ、銅像、あ、置き時計かな。オプションがベッドについてる。なんとも皮肉なことに、今度は所長の命を奪ってしまったし、
診断本当に。診断聞き取ったん？ほぼ投げれてる。ほね。おかしい。え？ぬくもりがどこは？あ、もう直前だったってこと？そういうこと。まあ、ちょっと妹じゃん、もう。の。え、でも俺は犯人の顔見てんだよな。ガラスの破片。なるほど。おう。ん？ん？お。迷い。迷い、迷いが。迷いを調べよう。大事な証拠だ。昨日発行されたもの。ほうほうほう。何買ったんだろうね。いいのか本当に。本当にいいのか。よせよ、先に通報してくれよ、マジで。まず通報だろ。手順悪。あと、一応、救急車だろ。あんねんか。なるほどな。ああ、チェック。黄色くなったとこしか。そうっぽいかな。あ、窓。うん。バンドホテルというビジネスホテルだ。うん。なるほど。まだあるはずだ。お。あるね。非常にシンプルなデザインで座りやすい。うん。あとはチェックついてるからな。まあ、いいんじゃないか。来てます。え？どこ行ったの？さらわれた。あ、いた。こいつだ。こいつ。まあじゃあ突きつけていいんだろう。あ、まあ突きつけちゃう早速。突きつけてみようって言ったから。うん。ほら、おめえだろ。顔が。銅像だな。突きつけんの？突きつけよ。ほら、お前だろ、これでやったの。俺もそうだろ、お前だろ。そうだね。ごめん。俺、弁護士。話見るか。部長との関係。まあ、今更だけどな。まあ、一応な。なるほどね。なるほど。あ、で、まあこの子を弁護するんでしょ。多分そうかな。うん。いろいろもう状況証拠が揃っちゃってるからね。ドアも調べられてね。ドアノブがつくどこにも触れんじゃねえよおめえ、まずもうまあないか。移動するってさらにしょっちゅう。ああ、こっちサイド見れるのか。この角度ね。そうだ、とにかく今からだった。
そうだろう。パニクってんだな。誰だお前。捕まんのか、あのほどくん。ほどくん。まあもうないか。うん。ん？うん。まあ特に。なさそうだね。重要そうなものは。ファン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 。そんな突入の仕方しないだろ。どの子ぎ、あ、糸の子ぎり。お前が言うな。客だったの。すげえ格好してる。ディオみたいな格好。ハートついてるし。ハートついてる。こいつ使えなさそうだな。よくこの地位にいられるな、こいつ。やつ見か、9時7分。クリアさか。ごめんだねって言うわ。委ねよ。意味次第だ。こいつの問題でもあると思うんだけど。散々突きつけたからな。って言われてる。突きつけ。おめえだろ。おめえだ。まあ可能性はなくはないからな。まあね。俺さ犯人の顔見たけど。いや、あれも迷いちゃんの。実は、演奏だったってこと？そんな、お前大事なことだぞ。おう。うん。まあ、それのことより、まずは君のこと。宗教団体に霊媒師怪しいわ。早速じゃなかったけどな。ワンクッション挟んだけどな。お、なるほど。そういう面もなんだね。
なんだと思われてんの。どんだけ忘れてるの。じゃあとりあえず霊媒師について聞こう。霊力が呪力があったんだね。そういうことよ。君んちのお父さんとかにやってもらえばいいじゃないか。確かに。おう。おう。え、俺じゃダメなの。聞けよ、任せよ。かんってこと。よしは、え、任せろ。人の選んだ弁護士か。まだ聞けるん？まだ当日のことはそう。血の匂いがして。なるほど、なるほどね。流れてないけどな。調べよう。お。動かない。監視カメラだな。ここ調べる意味あんの？ね。まあ、そりゃそういう、そうだろうなって感じ。そうだろうな。まあまあまあ、一応調べられるんだろうな。そうね。じゃあ移動しますか。移動しますか。星陰。星陰に依頼しに行くか。星陰さん。大先生外出中。調べよう。魔法が偽の高そうな本棚に高そうな本がずらり。魔法が偽好きですね。なるほど。魔法、いいよね。北海道の。味があって。北海道の熊だ。北海道なのかな。インディ・ジョーンズ。油絵。おぉ。稼いでるようだね。稼いでますね、この人。この人はね、だいぶ。帰ろう。なんか、一個ぐらい持っていけない？留置所に行こう。会えなかったってことだよ。うん。え？行ってみるかって言ってたけど。行ったけどね。行ったんだが。母ちゃんどこにいるかわからない。ほう。うん。呪われちまったわけだね。破滅したんです。破滅。破滅。破滅。どういうこと。誰に腫瘍をつけてもらってんだろうね。あ、おはみさせた男。不思議な殺人事件。まさか。なるほど。あらまあ。あら。いや、まあ。それ、母ちゃんも悪くね。こんなか、お、出た。お。
紳士服。お腹。移動すか。帰ってきてくな。移動しよう。何もないじゃん。どっかで、なんかフラグを当てないといけないな。もう全部調べたもんな。ね。うん、あんたか。アメの子。伊藤の子ギリ。伊藤の子ギリ。ケイスケ。なんだ。伊藤の子ギリだと思ってたわ。お。なるほど。教えてくれ。うん、即ではなかったと思うんだがな。ね。楽しみだと、貴様。お、あの、三剣賢治。ライバルになる男ですね。ライバルですね。知らない。全然知らないっすね。教えてくれ。10歳で検事になれるから、ね、10歳で検事になれんの。おお。悪いやつだな。正々堂々じゃないのか。ね。ライバルじゃないな。なるほど、調べよう。綺麗に片付いてるじゃねえか。現場保存の法則はどうした？いつも通りってなんで？昨日までぐっちゃぐちゃだったろ。早くない？片付けんの。まあ、もう一回行ってみる？行ってみるか。こいつにさ、携帯あれじゃないの？ああ、そうだね。見せてくれるかもね。怪しいわな。怪しい。あ、まあ正直に話していい、うん、かな。え？あ、ごめん。お、うん、聞こう。ん？ああ、普通に。あのね。うん。書類。あの、うん。重要そうには見えないけどな。目撃？あ、こいつか。こいつね。こいつの位置から下に見えなくないと思うんだけど。声がしたからみたいなこと言ってなかった。あ、そういうこと？松竹梅雄さん。お、なるほどね。移動だ。ホテルだ。
まだ時間はある。なんだその坊主。飛ばすぞ。もうすっぴんだったのか。ねえ。お、やべえ薬が出てるぜ。ドライバーだったわ。やべえ薬。ん？こいつ？え？まさかこいつが？いや、こいつは怪しいな。一回ドライバー触ろう。ほんとだ。なるほど。見張ってると。あいつの注意を引かないとだな。頑張ってる。殺す。飛ばす。化粧してこいよ。違いますよ。おほほ。ほほ、特に聞くことないな。突きつけてみよう、何かを。何にもダメっぽいな、ね、こいつが心を動かすような。ダメか。ダメだな、帰ろう。ダメだな。じゃあな。もう一回行ってみるか。押しかけ。俺事務所行ってくるか。お。帰ってきたか。ちみかね。暇なのか。星影空の助。空の助。お？何か出るのかい？仕留めされてんな、こりゃ。どうしてですか？なんでだ。握られてんな。あん？ミツルギがいるからか。圧力ですね。勝てないって分かってるからってこと？キャンのかこれ。うん。やっぱ儲かってんのかな。
儲かってるんでしょうね。押して。ダメだな。ダメそうだな。じゃあ、帰ろっか。留置所に帰ろっか。留置所に。ただいま。案の定、ダメだったよ。ごめんな。国選弁護士。この女もこの女で失礼だよな。ね、もう帰ろうぜ。なんか嫌になってきたわ。なんか。失礼しようか。なんか。もうないよ。帰ろう。じゃあ帰るよ。さよなら。そして数日後、数日後有罪だった。正しかったよ、あんな失礼な女。おおおお。帰ってきた。帰ってきた。どうしてじゃねえよ。本当に嫌いなんだけど、俺こいつのこと。自分でもわからない。まあな、こいつをバカにしてたしな。こいつもバカにしてた。本当だよ。どいつもこいつもバカにしてた。お前もだよ。散々こけにしてくれてよ、どいつもこいつも。お。なるほどね。しとけ。やるか。なるほど。特に増えてないね。あ、電話見せれば電話。あ、そうかそうか。補足情報があるかもしれん。ほら。きな。急にセンチになってるね。まあな、さらっと進んでるけど、ほら結構大事な人死んでるからな。そうね。さらっと死んでるけどさ。じゃあとしても突然、なんか仲良かったあの人死んだのってなって。ホテルかな？もう一回、バンドホテルだな。お。ボーイ。ドーナツみたいな頭してんな、お前。確かに。どう？ホナカルチャー。つながったね。ホナカ様から出た。なるほどね。行こう。今がチャンス。隠しとけよな、一回帰った後に。で、盗聴器聞いてみよう。録音されてないのかな、何も。これはもう見れないね。見れないのか。お、三井の顔が。おう、暴いてやろう。これ不法侵入じゃないの？これいいの？これ証拠にならなくない？ねえ、一旦ここで切っていかない。はい、というわけでとりあえず今ここから裁判編なんですが、一旦ここで
チョコ集めのパートで切りますということで、まあ、あの所長を殺人の事件の真相やいかにということで、また次回やってみますので、はい、はい、裁判編ぜひ見ていただければと思います。はい、はい、ではまた次回お会いしましょう。バイ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 。